えー、メディア実践シリーズという名前でですね、はい、前回、ですねあの1時間半ぐらいの時間を使って、えー、メディアの歴史、ですね、はい、放送の歴史というのをやったんですけども今日はまああは東京都知事選の前夜、ね、前夜ですねまさに、えー、明日その投開票が行われるわけですけども、はい、まあそれでまああの立候補とかしているというか、まあ、東京都知事の。 あの小池由里子さん、はい、まあのテーマにして、ね、彼女とそのメディアの関係というか、まあ、彼女のメディア戦略ですねそうですね、うん、それについて少し話をまあしていきたいと思うんですよ、はい、であのでこ,あのこ,こ,こんな本がですねこ分売れてますよ、ねまね、<laughs> 売れてる本が出ましてですね20万部ぐらい今 <laughs> 20万ええ、ねうん、もうあのベストセラー超ベストセラーになってる「女帝」という本ですけど、うんえー、まあ小池絵里子さんの人生を、はい、まあ この本、メディアの中ではいわゆるその彼女の、まあ、学歴疑惑という、ね、言われてましてカイロ大学を本当に卒業したのかどうかうん、うん、あということが主に焦点を与えられがちだったんですけど、はいまあ、今日はその話ちょっと置いといて小池百合子さんと、まあ、から、まあ、その政治とメディアの在り方を考えるということを3、40分ぐらいの話をしていきたいと思うんですよ。はい であの改めてですね振り返ってみると、うんまあ、小池桂子さん、えー、1992年ですね、うんえー、日本新党というですねその細川森弘さんが、うんまあ、結成した、えー、政党に、まあ、彼女はニュースキャスターから転身して、はいえー、初め参議院議員でしたっけ、っそうでですすねねにあのなるんよご存じの通りですね、そのまあ、細川森弘さんっていうのは、そのあの ある意味で初めてメディアというものを自分からこう活用した人ともいえるわけですよ。プロンプターといって,こうなんて今も安倍さん使ってますけど透明,な、ね、透明なやつで、えー、あれでこう見せる解禁をするというのをした人で昔自民党といえばです、ね、あの有名なのが佐藤栄作さんという人がいましたですね。はい、佐藤さん辞める時にです、ね、なんかぶ,ちきぶち切れての俺はテレビ。 以外しゃべれないから新聞記者全員出てきてって言うみあ,あの瞬間私見てます見てました <laughs> 見てました小さいながらもドン引きですいやびっくりしましたよ何やってんだと思う、うん、まあ僕ま,まだあのまだ思われてないです<の>ね生まれてないですけども生まれたそのぐらいかあのよくも悪くもですけどその細川森博さんが出てくる前の、はい、まあ自民党だけじゃなくて政治ってとメディアの関係と そのあとの時代のメディアの関係ってかなり違うと思うんですよ、政治の関係っていうのが。しかも細川さんはですねそれで、まあ、あの1993年に、えー、総理大臣になってですね7か月で辞めてしまって、えーでまあ、そういう意味では一線退いていっちゃうんで,でそれに対してあの小池さんは、まあ、その後小沢一郎さんと、うんまあ、手を組んで,でそして小沢さんからたもとを分かって自民党に復党して。 そして小泉純一郎さんの側近になって防衛大臣というふうな形であの小池さんはそれこそ今の都知事になるまでずっとその政治の表舞台にい続けるんですよねだから小池百合子さんのまあその軌跡っていうのを考えることはまあ平成以降の,その日本のメディアと政治の関係を考える上ではすごくまあ,あ,のそうですねあの象徴的な存在だと思います。特にに政治家になる前 ニュースキャストをやってその前に竹村健一さんとずっと世相講談というのをやってましたね大体やね <laughs> とかあでしいであの、まあ、この本なんかにも書いてあるんですが、はい、あと、ね、いろんなインタビューも出てるんですけど、はい、実は小池さんの滑舌のいいいいテンポのゆっくりとした分かりやすい喋り方って、はい、竹村さんがやっぱり相当に注意したらしいですつまりそ、そのその分かりにくい言い方やめた方がええでとか。はい もっとゆっくりしゃべったほうがいいねとか、うん、あの方だからやっぱり自分で、えー、売っていった方だから<う>しゃべり方とかを相当気にしたちょっとねこの「拠点」って本にもその竹山さんの話が出てきますけども、はい、あのテレビっていうものの使い方って竹山さんもすごくよく分かっている、うんえー、の,あのよくねその僕もあの比較的野党系の,あの政治家とか。はい そううい人たち特に思うんですけども1から10まで話そうするでしょしかもトーンであれってテレビとかだと意味ないんですよ要するに竹村さんっていうのは政治批評する人だったけどもどの部分が相手の頭に残るかとか色彩がどうかとかそういうものを政治を語るときにそういうことをすごく意識するっていうことの先駆者でもあったしそのま弟子みたいなもんなんですね。か 目の前でこのパイプを持ったおじさんが二言三言喋ってそれがバーッと流行っていくという現場を見たからはい、はい、当然それ盗まなくていいんですよねで。それがすごくあの彼女のコミュニケーション戦略というか、はい、メディア戦略の多分原点だったと思うんですよね。ええはい でまあ、そういうふうにこうやっていくわけですけど、うん、あのいくつか、ね、じゃあその小池さんのやり方の特徴みたいなものってどう、ね、ういうのが見て,てありま,すかまず、ね、この竹村さんの話と共通するのが自分を一種のステレオタイプに持ち込んで、うん、こう複製させやすい自分というのを作る、ねはいはい、例えば竹村さんの場合パイプというのがあってはい、はい、パイプと独特のヘアスタイルと大体、はい、やねというあの表情。 文字に書けば標準語なんだけども、うん、アクセントだけ大阪弁という竹村弁があるわけですよ。うん、この3つがセットになって、うん、話してる内容よりも竹村健一という似顔絵がいっぱいバーっと世の中に広まってる。でね、実はそれと同じような戦略をね、小池さんとってる。例えば、うん、小池さんってほら、まあ、顔的にはね、 そんなに特徴のある顔じゃないんだけど目張りをピチッとして、うん、で赤い唇を引いてうん、うん、そして滑舌のある滑舌のいい喋り方でパーンと喋って、うん、でそれに対して「緑のタヌキ」って言われたはい、はい、緑のたの方を取るんですよつまり「緑のタヌキ」という言葉の方が広まりやすいなら悪口どんどん言われましょうでことさらに緑のものを今度は着るようになったりとかそういう、まあ、悪ノリは悪ノリなのかもしれないけど。うん 悪名名は無にこれをね、実践してらっしゃる、あのー、結構これは本当に、あのー、よくね、すごく、あのー、勘違いされてるところがあって、はい、その例えばその足立康さんっていう、はい、あの維新の議員がいるじゃないですか、はいええ、で彼がその検察庁改選のにそに、その野党議員ばっかりのところに出てくるわけですよ、ぼこぼこにされるのは当たり前じゃないですか。<laughs> でこれは出てきたザざまミみろって思うかもしれないけど逆なんですよね、うんその、そこに出てくることによってその普段見てない人間も自分の顔を見るわけですよ、うんはい、だからまさに悪名が無胸に勝るっていうのはあの罵倒されようが何であろうが、うん、あの名前がそこに出るってことが意味があるんだっていうことを徹底してるんですよ。はいううね、小池さんそれは非常に上手い人ですよねねだから、ね あのイメージの良さよりもステージの良さを重視って私言ってるんですけど、えー、時間をかけて自分のイメージをこう綺麗に仕立てていくよりも、うん、まあどういうふうに扱われるかの方を重視して、うん、あ,あれが確かにそれが、まあ、か天才的にうまいキャラクターとして持ってですだから本当そういう意味ではそのなんていうか、ね、政治的な理念とか主張の人じゃないんですよね。えー、ポジショニングと相手、はい メディアとの関係の中でどういう,こう受け身を取るかとかのそういうまあプロレス技が非常にうまい人であってそのいわゆる極右政治家であるとか非常にネオリベラルな人だっていう側面はすごくあるんですけどあの例えば彼女が何ですごくねその規制緩和とかあのネオリベラルな路線に乗ったかって言ったら流行ってたからなんですよね単純に当時。で環境問題で彼女がエコー出したらそれ流行ってたからなんですよ あの中身がないんですよね、うん、でただ中身のなが徹底的にな,な,な,ないってことは実は政治家としては結構強いんですよね、うん、あ,ある種の。だからし昔のねその野中宏文さんみたいにその叩き上げで、はいええ、でまあ保守系の政治家だけどもある種こう戦後民主主義的な理念を持って、えええー、それでその、まあ、例えばその第145国家かな、はい、なんかでその沖縄の特措法改正の時に、うん、あえて。 苦言を呈したりみたいな、うん、ああいうその、まあ、自分なりの信念を持ってきた保守政治家っていうのが。まあ、それなりに昔いたんですけども。はい、ある意味でメディア時代の彼女の相違っていうのは、そこを徹底的に空っぽにできるっていうか。空っぽにできるって、ね。っで、こう、いろいろこう、なものを、こう、えー、要素を取り入れながら。変、変化でしていけるっていう、ねいね。私ね、それをね。 別の言葉で置き換えた時にバチッと見えたものがあってそれは乗っ取りという言葉なんですか例えばですねこれ小池さんが乗っ取り上手だなと思うのがまずね流行語の乗っ取りこれが一番分かりやすいですトランプ大統領はアメリカファースト」って言ったあとト都民ファースト」って言ったでしょ今や「アメリカファースト」って言葉の方が知られてないですよ。で「都民ファースト」という言葉イコール小池さんでずっと「 行くはずだったんですね。そうなんですよ、ね。あの取るあの取るのは上手いですよね。ねああいうのっていうのが。横田さんがあそこであのインタビューしなければトミーファーストっていう言葉はずっと彼女の中に。あの<う>横田はじめというジャーナリストがね、<う>ねあの小池さんが希望の党決戦の時に排除するっていう発言を引き出して、それで実はバーっと支持率が落ちちゃう,っていうことがあったんですが。ちちだからそういう意味ではそのすごく浮き沈みがあるんですけど。はい そのただそういうそのキャッチーなフレーズをなんとなく乗っかってこうやるのがあんま非常にうまい政治家です,、ねうん、ですよね。だから彼女がいろいろ政策を打ち出したりするときに、なんか流行語っぽいものと絡めたりとか、うんうん、あとキャッチだ本当にキャッチコピーにしちゃうんですね。そうです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 。うん、そういうことのロゴみたいなのをばらまいて。 なんだからあの小池さんに莉子さんにその批判的なのは僕もそうですけど批判的な人からするとなんでこんなやつ支持してんだっていうことになるんだけども大半のところからするとそう見えてないんですよね。でこの辺がね安倍さんなんかともちょっと違うんですよ。えー、安倍さんってそういうね、うん、あ,のあんまり能力なくてセンスないんですよ。はい、あのなんていうかねその、まあ、必死で芸能人とコラボとかして。<laughs> やってんだけども、うん、あのうまくそれに乗っかってそれを使っていくっていう、うん、いまいちなんですよねこの人の方がすごく小池さんの方がうまいだっ,だってですよスーパーマリオになってリオデジャネイロで登場した時も <laughs> スーパーマリオ十分見せてからの服を脱げばよかったのにすぐに自分になっちたよ <laughs> あれ日本中言われてましたけどあれがだから安倍さんなんですよそうね <laughs> あのやっぱりその辺のこう日々が読めないんですよね でね小池さんというとカタカナ語ってよく言われますでしょ、えー、例えばね一番すごかったのはアウフヘーベンっていう言葉を持ち出しました。一体どういう局面でどういう意味で出したのかは私もよく覚えてないですが、うん、ただアウフヘーベンという言葉だけが出ていくでしょ。 翌日のワイドショーでアウフヘーベンとは何かというのをみんな解説してくれるでさらにそれが小池さんの政策とどうつながるかというところまでたっぷり1時間だで解説してくれたりするわけですよそうそうそうだからあれです、ね、1から10まで説明しないんですよね、はい、でキーワードだけ投げて <laughs> あとはこうそれぞれで勝手に解釈させるっていう, <laughs> こう話の流し方っていうのがまあすごくうまいんでうと例えばいやもう マーク・ルーハンですよとか何かというとマーク・ルーハンは素晴らしいって言って <laughs> で結局それでマーク・ルーハンの本がもう本当に読んだ人ってどのぐらいいたいかっていう話もある、ね、そうそう,そう,うそういう切り方です、ね、か知識人とか知識みたいなのを切り方、えー、アウフヘーベンって言うとねだからまあアウフヘーベン仕様とかね、はい、まあ弁証法とかで使う言葉ですけど、えー、まあなんか頭よさそうに言えるじゃないですかよさそうに言う <laughs> となんか謎めいて言ってしかもね、うん、意味が分からないからこけても安心なんですよこけたかどうかが分からないは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 い、はい なるほどねそれもあるそれも <laughs> 意地悪な言い方だなあとねレッテルを乗っ取るっていうのがあるんですうん、うん、これ例えば決められない都知事って言われたら決められない自民党っていう風うに言い返すっていう,うん、うん、そこをだからあんまりあんまり考えなくても乗っ取るだけで、うん えー、そのまま、返し合えばなるんですよね。割と、だから。小池さんが何か悪口言われた、まあ、批判を受けた時に、返す時って。相手の論理を乗っ取って、バーンと返すような、やり方を取ること。そうですね。だから、本当、あの、あれが、受け身がです、ね、うま、ん、い。であの、だから、自分で何かすごく主張を白線するっていうよりは、まあ、何か。あったものを、こう。使って、こう。 返すっていいううのがうまい、まあ、これがだから小池さん自身だけじゃなくて、まあ、もちろん多分小池さんのブレーンがいると思いますから、はい、そういうところが考え抜いてやってると思うんですけどう、ね、こういう、まあえー、支配というかまあその切り口のやり方っていうのはすすごくうまいですよねしかもね、あのー、相手に返す時にそれを相手に返すだけじゃなくて、うん、その言葉をちょっとこう広げて、うん、世間全体への問題提起にまで持っていっちゃうはいはいはい そうですよね,ねだから決められない自民党なんて言葉を返すと、うん、それは自民党の悪口だけじゃなくて自民党の政治の体質全体に対する批評の言葉のように響いてしまうから本当とすごいあのそういうなんかし目の持ちの詩なんだと視界の広い人だなというイメージを、ね、抑えちゃう,そう,そうでこれがでも、だからその、まあ、あの都知事になるまでは国会議員だったわけじゃないですか。そ、ええ、そういうい意味ではその いぜい防衛大臣までいって、サブリーダーまでしか彼女になったこないわけですね。常にだから、竹山さんという人にひっついて、細川さんという人にひっついて、小沢さんという人にひっついて、小泉さんのところにひっついて、安倍さんにひっつこうと思ったら、仲悪かったという、で都知事になったっていう経緯があるわけです、二階さんと仲いいと思うんですが、そういう意味では、初めてなんですね、実はね、彼女がもう70近くになって、初めて、いわゆるボスになったっていうか。 そこで、まあうん、こういうまあ主はもともと彼女が多分いろいろ経験してきて、はい、やっぱこの辺って例えば小泉さんもうまかったわけですよね、はい、小泉さんがまさにそのなんていうんですかねその切り取りっていうか、うん、そのワンフレーズ主義で、えー、そ,それをみんなが勝手に解釈するみたいなっていうことの政治空間を作るのはすごく上手うまかった、ね、わけですよね。 小沢さんっていうのは全部自民党のアリオム政治家ですよね。保守本流じゃないんですよ。あ,あ、そうだ。そう,そう,そう,そう保守本流のそので三人ともまあ、えー、いわゆるそのそれまでの田中政治みたいな積み上げ方っていうか、そのセロとかどうこうよりも、うん、その積み上げてきたその組織力と資金力で地盤、えー、を築いていくみたいな、えー、政治家じゃない方向を選んで人たち。えー じゃないですか。はい、まあ小沢さんちょっと微妙にそういうところ残ってますけども、うん、でそう,いう人たちに着実についてってそういうその現代的なその技法を学んできたっていうところはあると思うんですよね。はい、でそれをまあそのまあ集大成的にまあ土、え、地、ー、に出てそのまあうまく生かしたっいうことだと思うんですよね。うん、でねその小池さんのすごいなと思うのはそういうもう高いところにピタッとくっついて見晴らしのいいところに、えー、座って。うん で彼女のあの鍛えた滑舌とカメラ目線、うん、鋭いカメラ目線とばっちりメイク、うん、あと振る舞いうん、うん、彼女がしゃべりだすとです、ね、その場所もスタジオになっちゃうんですよはは記者会見場でも何でもあれ、うん、で最近ほら必ずパネルを持ってないかって喋るった、うん、あれだから経済ニュースキャスターの時の経験がすごく役立ってるんだろうなと思う、うん、だから場を,も場を作ってしうから場を作るのがう、ね、まさにだからもう自分が 権力だというふうなアピールができるんですね。まあだいたいキャスターっていうのはそういうふうなあの絵作りを自分ですることを求められる。だか多分あれですよね。そのあんまり討論会みたいなのって得意じゃないですよね。じゃないと思いますうん。あんまり人を立てるタイプの。だからあのむしろそのなんていうかなアシスタント的な人を横に置いとくとか、はい、芸能人まあなんかあのやってましたよね。確かあの。 コロナの時でも、ねえー、芸能人の人とかなんかとこう、はい、あとかああいうこのなんて徹子の部屋的な対話みたいなのとか、えー、で場を設定するとか一人でやるの得意だけども、うん、いわゆるこう徹底たた対論的なものっていうのはうまくないと思います、ねまあ、朝生とか出たことありますあの人あ<と>ないんじゃない,あんま記憶ないですか、ねね、あんまそういうとこは多分出ない、うん、で自分の場だけでやるっていう感じですよねそうそう この小池さんの仕切のりのうまさが生きてくるものがあるんですそれ何かというと経済ニュースって一般ニュースと大きく違うところは、うん、まず、犯罪事件とかは主に扱わないんですよで、ま、ず相場の流れとか、うん、あの今、どういう経済的な問題が起きていてそれをどういうふうに解決しようとしているという、まあ、そのニュースの前段があるんですがうん、うん、後半はいろんな企業の動向うん、うん、つまり企業の未来についての話が多い。 つまりですねこういう儲け話がありますよ、こういういい話がありますよというのを伝える、ここのところが実はあの経済キャスターの本領発揮の場所で、うん、だから、前回の都知事選挙の時に、うん、小池さん、7つの公約なんか事業みたいなの出しましたよね、2>, うん、2階出て電車とかなんとか含めてうん、うん、あのやり方は経済ニュースだなと思いましたよ。なるほど 全部素晴らしい話で彼女が言うと実現しそうな何かが後ろにあるんじゃないかそれを背にしゃべってるんじゃないかって見えちゃうところが怖いいいははそうですよねだから希望の党というのネーミングも分かるけどもそういうある種のポジティブさみたいなものを徹底的にプレゼンするのが非常にうまい人の希望を乗っ取っちゃうんですよねでもそういう人が排除とか本音言っちゃうからそういうところが世論は反応して。 ううわーとか思ってこ引いちゃうんですね,ですねあの排除とかあの辺については小池さんって小池百合子を演じることに一生懸命なんですよ、ねうん、だから小池百合子という人が小池百合子というものを着て出てくるんですが、うんうん、時々中の人がしゃべっちゃうとだから本音の部分はねそれこそさっきの女帝の中にも多分いろんなエピソード出てきますけども。はいはいね 本音はやっぱりあのとしてはやっぱある意味では非常にこう叩き上げの野心にあふれた、はい、ギラギラした人ですから、ええ、ただ都民の人から見るとあのなんかねあの,ねあの全然違うように<で>多分見えてるんですよ、ね、あす,あすごく独語の印象が悪いっていう意見が多くて女性なんか特にね。独、うんまあ、語の印象が悪いけど、まああとまあ その本に関して言うと、ね、僕の,ちょっとあの感想としてあるのは、まあ、そういえば砂の器なんですよね<れ>松本清張のこの本は。だってほほほほ砂の器ってあの松本清張さんの作品と同じで、えーえー、主人公はその我が栄良というですねもともといわゆるハンセンシ病で村を追われた親子でその親子が、えーまあ、警察官にこう、まあ、保護されて父親と隔離されてでその子がまあ 成長してて夢の音楽家になっていくでもその自分の過去を知ってる人間を、まあ、警官を殺すとこから事件が入ってくるんですか、うん、でこの「ワーエイってすごく複雑なキャラクターじゃないですか、はい、で小池さんの本もねこれはあの林真理子さんがこの本は「砂の器」であるっていうふうに書いてましたけど、ね、僕もそういうふうにやっぱり読んだんですよねやっぱり非常に不遇な中からやっぱり出てきて、うんね、野心がなければ勝てない、うん、しかも女,女という、えー、自分の性。 抱えながら正解ながら叩き上,上げていくっていうことへの反感と共感が多分両方生まれる本だと思ったんですよ。はい、で、ただからあのリベラル系の人たちはこの本を読んでみんな小池百合子嫌いになのっていう意見もありますけど、<laughs> 僕はそうでもない,いす、ねうん、共感も生まれると思うんです。わ、うん、と日本人好みのなそうそうそう,そう,そう,そうねのし上がりものだったりのありますよね。で、それはまあなんていうかその日本の政治の嫌さみたいなもって、はい、いうかいやらしさみたいなもっても投影してますから。はい まあそういうい意味ではその作品としては非常に優れたえ本だったと思うんですよね。うんうん、でもまあそれいう人が都知事をやってるってことなんですね東京都知事をまあ、まあ、そういうキャラクターの人がやられてしまってるというえところなんですけど今回政見放送を見て小池さんの政見放送うん、うん、あ小池さんちょっとやっぱり、まあ、コロナ騒動とかいろいろあって、うん、かなり忙しくて時間がなくて疲れてるんだろうなと思ったのが。うん えー、あの7分ぐらいですか政権予想、うん、あの中で2回大きく噛んでるんですよねで,で取り直ししてないんですよあの人だったら噛んだら取り直しそうなもんだなと思うのに取り直しをしなかった、うんでさらに声のトーンがやっぱりちょっと低くてあお疲れかなってあの人はそれをしちゃうのって珍しいなと思ったんですようん、うん もうだってもう自分がの名前が出てスタジオでばっちりだから絶対キャスターで来ると思ったのにうん、うん、そこには疲れた都知事しかいなかったという印象でなだからちょっとね今回小池さんどうしたのかなというところが見えるでさらに言うと選挙の初期の段階であのマスクをかけて会見に出たりしましたがあれであの涙目に見えるメイクあれプラス。 あの大きなマスクでまるでね泣き顔の都知事になっちゃってるんですよ。なんでまたそこのところをイメージをちゃんと作っていかないのかなってそこはちょっと不思議でうん、うん、だから今回、まあ、こういうですねメディア戦術が上手い人の割にはうん、うん、あのか、ね、他の候補との対話をしないとかだって対話した方が相手の言葉をのっとって攻めていく人だからいいはずなのにそれもしないでしょ。で アフェインになると小池さんってやっぱり弱いんですよね、キャスターしかやってないからだから、そういう点ではおこの人どうしたのかなっていうのをちょっと思ってて、それが票にね、どのぐらい影響するかってのは、ちょっと私も分かんないけどもうんうん、うん、まあでもやっぱりメディアをどう使うのかっていうのが、うん、まあ東京都知事ってそもそもはですね、まあ、考えてみればですね、まあ、歴代東京都知事いますけれども。はい 少なくともですね、見延良吉さんっていう、見延、はいはい、さんが土地、えー、になったのは1967年から、うん、ですけども、見延さん自身があのテレビ、人間なんですよねあ<ー>あのその前、見延さんって、経済教室っていうのをテレビでやってて、えーえー、お茶の間で経済を優しく語るっていうのをやってたわけですよ。だから、その革新事態っていうのは、まあ、いわゆる、えー、社会と共産党が担いでですね、うんうん えー、1960年代半ばから70年代をかけて一世、まあ、風靡するわけですけども、はい、その最も先遍というか象徴的と言われた井さんというのは実はメディアから出てきた人なんですよね学者なんだけどもあそうなんだからもともと東京都知事選自体が、えー、そういうその、はい、っていうものは性格を持ってたわけですよねでそれまではその東さんっていう人がまあ都知事やってましたけど、うん まあ基本的にはその旧来の自民党の基盤でまあ積み上げで勝ってきたところに、経済成長が起きて、東京にこう人たちが流入してきて、その人たちが当然その団地とかに住んで,で、テレビを見て、そのテレビに出てるみのべさんっていうのをえまあまあ左側というかですね、がまあ擁立したっていうのがあの選挙だったわけですよ。 見延、まあ、さんが終わった後にそのまに鈴木都知事になるわけですけど、はい、鈴木さんはまあ逆に言うとまあ80年代にまあそういう意味で自民党の最後の公共事業の巻き返しのバブルの時間のあれに乗っかった官僚出身、はい、でそれが終わったらあの磯村さんというここでもまだメディア人が出てきてですねで磯村さんと小沢一郎さんが担いでですね鈴木はもう 年季入れだっていうんで、そんでもう喧嘩なって、で、この時も覚えてます。あの磯村さんがなんで失敗したか。なんでした。っけお風呂屋で銭湯に入って、はい、こう磯村さんがそこ背中を流すってやったわけです。ありましたね。ただ、やっぱね、あのね、磯村さんって、その、えっ、ー、もともとが多分政治記者で、池池田版、ね、池田隼人版で。で、フランスが長かったんですね、はいはい。ヨーロッパ総局、ね。そう、ヨーロッパ総局にいたから。ね でおフランス系の人たちがそうなんで、それがね、もうあの、下町の銭湯で、おじいさんの背中流して、あまりにもわざと。ニュースセンター来る時は初めてだ、ね、<laughs> そうそう、こうやってなめてたっでね。あまりにもあざとすぎて、人気協力して負けたっていうわけですよ。調子乗っちゃって。調子乗っち、ね、ゃっ,って。で、鈴木さんが勝って、でもまあ、鈴木さんも引退して、で、同じ官僚系のまあ石原信夫さんかな、はい、福岡もちろんから、はい、出したら、青島さん勝った青島さん勝っ,ったまさにこのテレビ選挙。<え>で、勝って、 で青島さんが一気で辞めたら今度石原さんですよ。で石原さん自体もでそもそも石原さん自体も石原対見延べって言うたら、はい、で見延べ勝ってるわけこれもやっぱりある種のテレ,テレビから出てきたあるいは映画、ね、まあ石原さんだから、まあ、そのメディアから出てきた人間対決でしょ。で石原さんで、まあ、猪瀬さんが来て増添さんが来て小池さんだから、まあ、そういう意味ではもう <laughs> なんていうかなその高度経済危機以降は常にそのメディア 戦略というかあのメディアの知名度を受けた人間が、うん、まあ主に勝ってくるっていう、うん、あるいはそのあの戦いのシーンの中心になるっていうことをやってきたわけですね、えー、まあそういう意味ではその小池さんがまあこういう戦略は非常にうまいというのはその話で、ね、もうまさに究極のことが行われたというのが、うん、えあれは4月ごろだったんですかね。あの えー、小池さんがロックダウンとかあの辺の言葉を使い出して、うん、政府がまだあの緊急事態宣言を出せなくて、うん、でその時、小池さんが夜、記者会見を打って8時半ごろに出てきて、うん、でありましたよね実はあの日の1日の動きがありまして、うんうん、午後2時半ぐらいに NHK に連絡があったらしいんですよ、うん、東京都から、うん、知事が記者会見をすると、うんでね、普通の知事の記者会見ってのはああ、そうですかね。まあ やるまあ普通の都政会見ですところがあ、その状況があったんで知事が何を言うかわからないぞうん、うん、こ何か宣言するのかっていうんで、うん、局内がピシッとこう統制を取られて<ー>、えー、まず8時ぐらいに記者会見が行われるという話が出たんでうん、うん、8時台の番組を全部ですね一旦止めたんです。来る予定だったゲストもキャンセルしていざ飛び込みになった時に突っ込めるようにしろと。うん で、夕方から何かにかけて、全国にいろいろ連絡をして、で、いざ夜、8時になって、カメラを切り替えました。そうすると、まだその前の、まあ、こう言っちゃなんですよ、下っ端の会見が行われて、8時半に小池さんが登場してと言ったんですが、この日本の午後8時半というのが、まあ、当然韓国でも8時半です。で、中国だと7時半、夜のニュースの時間。 でヨーロッパですと早朝、あーヨーロッパだとその時間昼前ぐらいですねですからランチタイムのニュースに間に合う、うん、でアメリカは早朝のニュースのワイドニュースの時間帯、うん、そこでこで喋るという彼には何かをでかいこと言うんじゃないかというんで世界中がそこを注目するんですよね、うん、でだからあそこでロックダウンって言ってたら小池さんの顔つきでロックダウンの東京ロックダウンというんですかバーンと流れる。うん だろうとみんな思ったんですが大したこと言わなかったんで、うん、<laughs> これはなんだ火災訓練かっていう話で、ね、でもねあれはだから私時間軸を見ただけで、うん、これよっぽど東京都というのはメディアに対する戦略真剣に考えてるやつそですね。そすやっぱりタイムラインというか時間軸を、うんえー、どういう時に最もそれが打ち出すのは効果的なかっ かってことを、はい、まあもちろんね小池さんだけじゃなくて、えー、その安倍政権の官邸もそうだし、えーえー、そういうことを意識しながら考えていくっていう技術はだんだん洗練されてきてますからね、えーえー、それこそもう電通さんが頑張ってそういう技術を指摘、えー、<laughs> させててで実はその我々がねそのいろんな、ね、それこそメディア全体もそうですけども、はい、自然に得てるような政治に関する情報だってやっぱある仕切りの中で、うん。 出されてるじゃないですかでまたね次回とか次次会とか安倍政権のメディア戦略とかいう話をしてもいいと思うんですけど小池さんはまさに自民党の政治家なんですよ<ー>そういう意味では、ね、自民党のしかもある意味で古い自民党じゃなくてその古い自民党を超えようとしたアリオというか、んまあ、ニュータイプの自民党の政治家たち、うん、非常にポピュリスト的な要素がある人たちっていうものを、うん、の歩みながら。 えその戦略をまあ作ってきたっていうことなんですね。であのでもまあ本当すごく難しいのはじゃあそういう人は東京都知事をねやっていいのかっていうのはそれは常にあるんですよね政策で戦わなきゃいけない、えー、本当に都民が今要求で何を求めてるのかってことってあの山田のにあるわけですよ。でこれだけもうコロナの危機の期間にだってあの事業者の人たちだって。はい だけじゃなくて医療人だってですね、まあ、そういう人たちがさまざまな困難を抱えてますし、えー、例えば病院の統廃合っていうのはコロナ前からね、うんええ、公立病院に出されて、まあ、これ撤回もしてないわけですよで。これいいのかあったら僕は全然いいと思わないしでもこういうそれぞれの,その、えー、階層とか階級とか地域の要求みたいなものっていうのが都知事選で全然反映されないんですよねそうですね。 全てはそういうメディアと政治家との関係の中でこう津波のようにこう洗って流されていくってなってしまうっていうのがまあ半ば虚なしさを感じてしまうところがやってる人たちもあると思うんですよね、うん、だからまあこれをこういうのがこういう選挙のやり方みたいなのがどんどんその SNS の時代になってねまあ当たり前になっていくようになってるのはこれはあんまいい傾向じゃないじゃないと思いますねですよね。 あのー、自分たちのこの足場の人たちといろいろつながりを持ってそれを声にしていくみたいなすごく基礎的な民主主義みたいな体力みたいなのをやっぱり弱ってきたっていうこの平成の政治の象徴だと思うんですよ自由民主党って政党だって1990年には360万人登院していたわけですよあずいぶん減りました。 あのまあ、一番減らしたのは小泉さんなんですけど要するに特定郵便局の人たちがみんな辞めたのででも自民党だってもボロボロになるぐらいに体力が落ちてるわけですよ、はいで,えー、でもこの間3回楽勝しちゃったわけです、うん、野党が分裂してたから、えー、だから、えー、なんとなく多分それでいけてると思ってると思うんですよねで,でみんなその食いつきのいいところばっかり、うん 政局だ風任せだっていうところにこう飛びついてそこでこう目立ってやろうとすると SNS で目立つ政治家が選挙に強いわけじゃない、うん、じゃないですか。はい でも SNS で目立ってなんとかやろうとするというでそういうことの繰り返しみたいなのがどんどん政治を劣化させてると思うもんですよ。うん、でその意味ではまあこう言っちゃ悪いけども小池さん,小池さんゆり子さんというのはの日本の政治の劣化の <laughs> 象徴なんですまあ本人が言われたら頭がくるかもしれないですけども劣化,、ね、劣化のことが起こると思いますけどそれは彼女はその劣化したものをそう。 私が一番活用したのよっていうふうそういう反論はできるかもしれませんけども小池さんならやりそう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 それは劣化させたのはあなたたちのせいでしょって言われたのでこっちに身も蓋もないんですけどただ少なくともそういう劣化というかそれと情報技術を活用した政治家としてあその審判に付されることになると思います。明日 どうでしょうねどうねどなるかさっぱり分かりません、えー、予想台につきませんけど、えー、ねいろんな噂のとか予想が出てますけども、えー、にわかにそれを信じがたいような感じもあるんですよ、えーあのまあ、明日どういう結果が出るか分かりませんけども、はい、じゃあこういう小池さんってじゃ,あどうどうじゃあ都知事として仮にね当選すると思うのでゃなくて、うん、ど,ど,どうなっていくと思いますか、あのー例えばね まずイメージ選挙をやろうとしたらもう前回とあまりにも前提が違うのでイメージ選挙はもう失敗してると思うんですね、えー、小池百合子のカラーっていうのはもう前の小池百合子のカラーのまんま結局引きずっちゃってるから新規、うん、性がないこれ彼女にとってはすごく我慢できない状況じゃないかなと思うんですよね。あ<ー>であとね成果が上がってないから。うん そこは彼女が一番気にしてるとところだ思ですしかもそれに対して演説会で何か言って,もら言ってこないから、うん、討論会やってないので、ねうんうん、それに対しての反論で敵を叩くということもできないうん、うん、そういう点でものすごく不利な要素が強いですよね。 だから自分で打った3密回避とかっていった、うん、それに自分が絡め取られちゃってるのが今回の選挙だなとうまあそうですよねますよ、まあ、今回自体は、ねそのまあ、そのいろんなその地べたというか、うんええ、選挙活動がそのコロナで、まあ、かなり、えー、できなくなっているということはいまあ、彼女には有利に働いてると思うんですよ、圧倒的にメディアの中で露出と違いますから。 じゃあそれでまあ勝ったとしてね、でそれでまあじゃあこの都知事としてまあさらに4年間やるのか途中でまあ国政に転じるのか知りませんけれども、あるいはオリンピックの問題とかっていうことをやっていく上でですねえで、都民としてね、でやっぱりそのもうバブルの時代と違ってね、われわれにとっても本当、生活と政治っていうのは、もちろんバブルの時代だから考えなくていいっていうわけじゃなかったけども、結構シビアなわけでしょ。でこれだけやっぱり コロナ禍での経済的な危機っていうのがこれからもひどくなっていくしあとはやっぱりこれだけ多様化してるわけですねあの在日外国人の人たちも増えてるし、はい、でそういう中で、えーまあ、こういう空虚なある種,ある種の空虚さ、えー、こそが強さみたいな。うん 人がやっぱ政治のガバナンスを握ってていいのかっいうことは、都知事選終わった後でも、ね、本当考えていかなきゃいけないと思います、ええ、少なくとも今の,今のイメージとか実績のままでは、牽引力ということに関しては全くないんじゃないかと思うんですよねまあそうですよね、うん、そこをどう作っていかなきゃいけない、だから当選したら当選したいって、小池さん、大変ですよ、うん、牽引していくための人々を作らなきゃいけないから、まあそうですよね,以上ね、うん、そういうのはまあどういうふうに考えてるのかっていうのは、はいえー、まだ未知数ですね。すねはい えーまあ、ちょっとこのメディアの今日の,あのお題ですね、小池百合子さんをまあお題に話しました、まあした、えー、明日東京都知事選があるわけですけれども、投票、投開票があるわけですけれども、まあ、その前にですね、少しあのこの番組であの聞いたことを念頭に置いて、ねえー、例えば、じゃあ明日どういうふうに小池さんが反応するかということも、あの考えるべきの予習として、今日の話を聞いていただけたらよかったなと思います。 はい、はい、じゃあどうもありがとうございました。